松本洋平田中丸仁一ですということでね、あのね、もう服がね、もうすごい服になっちゃって、もうすごい服で いるんですけど、言うてね、めちゃくちゃですわ。もうガラガラで怖いんか思わすぎて、中はビッシュのこんなあの可愛い服 T シャツで、もうわけわからない。ということで、ちょっとね、今ね、梅ちゃんとね、りょうくんから、あ、みんなも知ってる通りね、お二人からね、なんかね、動画が届いたんですよ。なんやと、ということで、なんか、動画撮りながら、見てくださいということなんで、見ていきたいと思います。ということで、スタートしますね。これ回ってんの？回ってるよ。回ってるよ。はい！梅谷です。辻本です。あのサッカー選手知ってるよ、お前。ここまでが口出るで、うん、上金髪のやつ知ってる、うん、言い過ぎやな。ここにポンプつけてる、うん、ああパパパポンプ、うん、だからその人が有名やな、 YouTube とかでは、うん、ちょっと実際 J リーグでもやっぱしっかり活躍もしてる、うん、俺やなそれ、うん、俺のことやな多分な。で、じゃ悪口から入るんか、うん、芝子か、うん、まあいいか、なんかやってくれたみたいですね。ちょっと聞こうか。いやけども、知名度ってものを一回調べだったら勝手にしたらええんじゃん。勝手にこっちで調べると知名度。パロ知ってんのかなって、私らが聞きに行って、知らんって言って、あ、知らん、知ってる、知らんって言って、知ってる、知らん、知らんのかいっつって、もう探したろうよ、これで。勝手に。勝手に知名度調査をやるって。勝手に。で、ミニシパロが身に染みてもらったらええよ。実際どれぐらいですかね、15人に聞いて、田中パウロ純一を知ってる。いや、沖縄やろ。どうなんやろ、でも5人沖縄サッカー好きは沖縄っていうんじゃない。この時代のサッカー好きはやっぱ TikTok を見るし知ってると思うで。フルネームが田中パウロ純一、田中パウロ純一で15人中何人知ってるか。パウロでんちゃうか。パウロ調査本気でしてきてください。マジでマジでマジで15人も。パウロ君調査勝手にしますわ。100人やったら1人出るやろ。ちょっと待て、するな。沖縄ではするな。もうせめてな、大阪とかにしてくれよ。なんで沖縄でするん。もうちょっとね、俺の地元とか、兵庫県とか、俺高校大阪やし、そこら辺でええんちゃう。しかも何15人って。100人やったら1人ぐらい出るやろ。15人やったら殿下のせいあんねん。勘弁してくれよ。ほんまにやったっぽいね、これ。動画の長さ的にも。ちょっと見ていきましょうか。心配やけど。あれ回ってんの。おお、回ってんねや。ね、これ回ってるぞ。回ってるぞ。回ってます、これ。うん。うん。回ってます。ギャップ開いてんで。歯のギャップ開いてる。通しやすそう。パス通しやすそうや。うん。あ、うん、なんもないんかい。あ、ちょっと怖いじゃないけど。ちょっと怖い。名前、フルネームでちょっと聞きたい。相談なしね。ちょっと怖いな。それじゃあせーの出てみましょう。ちょっと怖いな。田中パウロ。おお、うおー、すごい。でも2人だけだ。1人分かってないから。見たことはある。まあまあ、ほぼもう TikTok 界からこの人は。ちなみにこの動画パウロ君が見るんですけど、あ、パウロ君にメッセージいるな。パウロ君にじゃあメッセージ。マジかよ。今後も TikTok で頑張ってください。サッカーの応援ではありません。サッカーの応援ではないんです。パウロ君ちゃうねんぞ。試合にたくさん出て活躍してください、うん、ありがとう、出てないから、ね、めちゃめちゃありがとうありがとう。もう3人ともありがとうやわ。ありがとうございます。3人ともありがとう。3人ともありがとう。3人ともありがとうやで。このサッカー選手知ってたら名前言ってほしい。ほんまのサッカー選手。ああ、わかる。おお、ほんま。じゃあもうフルネームで。フルネームね。いきますよ。フルネーム怪しい。せーの。田中パウロ。まあ、オッケーやな。オッケー。2やな。どっち？2です、ね。4の2。4の2。で、ちなみになんですけど、この動画パウロ君見るんですよ。嬉しい。なんでちょっとパウロ君にメッセージなり、試合中自撮りするのはよくない。あれほんまわかんない。ちょっと待って、あん、いい動画やねんか。
ちょっとそれだけはお願いします。読んでいてください。ごめんなさい。この場を借りて申し訳ございませんでした。おう！こんなに知ってるとは思わなかったよ。嬉しいなーって。ということで見ていきます。J 全体が怒ってたから。ハウル君1対1勝てるんちゃう？サード君。勝てると思う。勝てる。ハウル君。おい、言うたな。ハウル君。ハウル君、沢田君です。1対1勝てるって言ってるんで。沢田君、沖縄来たらね。沖縄来たら沢田君とこまで。よろしくお願いします。絶対行ったるからね。うん。マジで行きたいわ。レガティドリブル塾のお二人です。よろしくお願いします。お願いします。はい、調査してまして、この J リーガーの名前をフルネームで答え出るかという。フルネームフルネーム。なるほどね。何を見る？写真見る。写真。絶対知ってる。こちらです。じゃん。いやなんかカード持ってこれ J リーガーなJ リーガーカード持つ。いやこれをせーので、知ってるか、知らんかったら知らないです。知ってたらフルネームで言ってもらえたら。はい、それでは知ってるでしょ。せーの、田中パウロ純一。あ、じゃあ怪しい。おい、まあ OK か。はい、 OK で OK で、とりあえず2点入った。だからちょっとメッセージだけ。あ、嬉しい。いいですか。はい、いつも見てます。レガテドリブル塾です。もちろん、あの、パウロさん、いつか僕たちと1対1してください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。勝つ気満々なんちゃうこれ。パウロ絶対負けるで。いやだって俺が1回勝ってんやもん、パウロ。おい、やめろ。抜いてます。そんな絶対ドリブルの2人が言ったら。でもギュンギュンっすよね、パウロさん。ギュンギュンギュンっすよね。はい、パウロ君も昨日もな、西の人に挑まれてるし。そうなんだ。ドリブルしな。そうなんだ。勝負しな。楽しみにしてます。絶対やってる。沖縄ぜひ来てください。絶対ある。え、めっちゃ来た。あ、ちょっと待て、1対1俺に全員勝てると思ってんの？俺の1対1の強さ分かってないな、ほんまに。まあ沖縄行きた。コロナ収まったら沖縄でまたこういうの1対1とかの戦いやってみたいね。でも知ってるから、こっちからしたら、こっちこそ知ってるっていう話なんで、逆におこがましい。嬉しいけど。取っていきましたか、次。次、可愛らしい男の子もって書いてるけど、誰でしょう。次、見てみます。清人です。あら。清人、このさ、J リーガー名前わかる？の？ J リーガーやねんけど。サッカー選手。あれ？名前わかる？あれ、おかしいな。名前言ってみ、一回。せーのでいくか。キチッカタッカチン。キチッカタッカチン。わからない。わからない。仕方なし。仕方なし。てな、どう？見た目どう？仕方なし。キチッカタッカチッカタッカチン。キチッカタッカチン。わからない。しゃあない。まあこれから頑張ろう。今ある J リーガーの知名度を調査してて、はい、この J リーグ今から写真見せるんで、はい、知ってるか、知ってるんやったらフルネームで言ってほしい。あ、OK、そうです。知らんかったら知らない。はい、うん、この選手です。あ、わかります、うん、わかりますか。フルネーム、フルネームで、田中パポロ純一選手。正解パウル君これ見るから、なんかメッセージ。正解してないね。ああ。今やっぱ山形ですごい頑張ってるから。ああ、そうですね。メッセージを。うん。まあ J リーグ難しいと思うんですけど、まあ何か困ったこととかがあったら、ぜひ自分に相談してもらったら力になると思うんで、ぜひお願いします。うん。パウル君ということなんで。一回相談しようかな。相談して一回しようかな思います。はい。最後に今5名見つけました。今ある J リーガーの。いや、これは知名度を調査してて、2人今から見せる写真の選手のフルネームを言ってほしいです、うん、でも一斉に言ってください。ああまず見せるんで。来るか。怪しい。分からんかったら分からない。怪しいな。せーの、田中パウル11。よし、10です。あんま知らんか。一人だけしか知らなかった。うん。トーンすなよ。面白い人。トーンすなよ。トーンせんでもいいね。知ってたら一人だけ。一人でも知ってたら嬉しいやろ。トーンにすな。一人でも嬉しいぞ。なんか俺ゼロ人やと思ってたから、トーンすなよ、絶対。一人だけでも嬉しいね。とりあえず見ていきましょう。出てましたよ。
今日覚えます。今日覚えます。今日覚えますって言ってますんで。なんでちょっとメッセージを。ああ、そういうことか、言ってほしいです。以上、うまかったんで僕は覚えてました。え、嬉しい。めっちゃ嬉しい。どうでした？あ、はい。今日から応援したいありがとう。やった。ありがとう。あ、やめよ。やめよ。もう忘れてる。最後にしとけ。結構、中が大丈夫。当てるけどな。ということで、パウル君、沖縄は誰も知りませんでした。もう自分で来てください、沖縄に。で自分でチラシも配ってください、そんなもん。知ってるやん。僕らこう行かすんやったら。楽しそうよ、本当に。うわ。いやー、めちゃめちゃおもろいやん、動画これ。なんか思ったより、最初15人中何人って言われたから、しかも沖縄でね、いやもう絶対ゼロ人やと思ったからめちゃめちゃ嬉しい。嬉しいわ、めちゃめちゃ嬉しい。このグループは全員知らないっていう人はいなかったんちゃう？やっぱ一人は知ってるみたいな。これ嬉しい、これ広がっていくパターンや。あとはね、 TikTok 頑張ってほしいとかあったから、サッカー選手やからもうちょっとサッカー頑張らせてくれ。おう、はい、ということで、やっぱね、サッカー選手っていうのはやっぱり知名度もやっぱり大事だと思うんですよね。やっぱ知名度があるだけ、自分が応援してもらえる価値になると思うんで、スポーツ選手としての価値につながると思うんで、これからその知名度っていうのも大事にしていきたいし、それと同時に、サッカー選手としてもうちょっと活躍しないと、こうやってあんま知ってもらえない方もいるんで、まあ両方を、知名度とサッカー選手としての価値を両方上げていけるように、これから頑張りたいと思います。でもね、こうやって知ってもらえた人もいたんで、こうやってメッセージももらって、これからもうちょっと頑張らなくちゃいけないなっていうのは、日々いろんなことで思ってるんですけど、これをまた、頑張れるきっかけになると思います。ありがとうございます。もっと知ってもらえるように頑張ろう。あ、では終わりです。梅ちゃんとりょうくんありがとう。